はい、ジュンジーです。では今回からプレイしていく作品はこちら、学校であった怖い話、1995特別編っていうね、まあ、アパシーシリーズと呼ばれているものなんですけども、まあ、こちらは、昔、1995年にスーパーファミコンで発売されました、学校であった怖い話っていう作品があるんですが、まあ、私ね当時すごいそれにハマっていて、もう全シナリオをねもう何度も何度もやっているぐらい好きな、まあ、ゲームなんですが、まあ、その分ね怖い、作品だったんですけども、まあ、そちらを、七転び八起きさんっていうサークルが、まあ、こうなんて言いますかね、続編として出されているのがこちら特別編という、まあ、PC 版ですかね、作品になります。で私はあの普段あのメインではあのアイワナ作品をプレイしてるんですが、まあもうね夏も間近ということでありまして、まあ、怖い話を、まあ、あの合間合間にやっていきたいと思いますので、まあ今回からまあちょいちょいやっていくんですが、ただこの特別編1995これですね、だいぶ前に私もアプリ版で一通りやってて、まあ、覚えてる話覚えてない話あるんですけども、初見ではこれないです。そしてですね、あの今回はあの実況というよりは、まあ、朗読のような感じで進めていきたいと思います。そしてこのパートなんですけども、まああのまあ、冒頭のオープニングまでを読んでいって、まあ、そこから先はあのプレイヤーで自由にこう語り手を選択してで話を聞いていくと、でその語り手を選ぶ順番、誰から話を聞くかと選ぶ順番によって、まあ、語り手の話す話が変わっていくという、まあ、ゲームになるんですけども、私は一通りこれあの経験済みなので、その今回のパート以降のパートは私が経験した特に怖い話をね、その中でも怖い話を、まあ、ピックアップして、まあ、読んでいきたいと思いますので、まあ、そういう進み方であるということはご了承ください。よし、では早速やっていきましょうか。最初から始めると。なあ、今度の新聞は学校の七不思議の特集をやろうぜ。お、いいじゃん、それ決まり。実に簡単な打ち合わせだった。部長の一言で今度の校内新聞は学校の七不思議をメインにすることで決まったのだ。それに長年使われていなかった旧校舎もこの夏休み中に取り壊されることになったし、それと掛け合わせても今やるのはベストな企画だろう。当然反対する者はいなかった。はい、その企画私に担当させてください。元気よく手を挙げたのは倉田さんだった。僕と同じ1年生、不器用な僕と違って要領がよく何事もそつなくこなしている。1年生だというのにすでにいくつかの記事を書いている。文章力もあって先輩たちからの信頼も厚い。怖い話も好きだということから彼女は適任だろう。元気よく立候補した彼女を場にいる部員全員が見ている。誰も何も言わないところを見るとこの記事は彼女が担当になるんだろうな。元気がいいな倉田、よし、この記事はお前に担当してもらうことにしよう。本当ですか？私一生懸命頑張りますね。くりくりおめめ。はは、頼もしいな倉田。任せてください。七不思議の企画の担当は倉田さんに決まった。僕は怖い話は苦手だし担当にならなくて内心ほっとした。でもちょっと残念だったかな。思えば僕は新聞部に入ってからまだ記事らしい記事を担当したことがなかった。初めて担当したのは心理テストだったし、その次も心理テストだった。そろそろちゃんとした記事を担当してみたいとは思っていたけれど、そんなことを考えていた時だった。どうした坂上、元気のない顔をして、具合でも悪いのか？僕がうつむいてるのを見て日野先輩が心配そうに声をかけてきた。いけない、僕は何を勝手に落ち込んでいるんだろう。怖い話の担当なんて嫌なはずなのに。僕は何でもないという素振りを見せ後悔した。あ、いえ、何でもないです、ちょっと考え事をしていまして。そうか、じゃあ次の企画の話だが。結局今度の新聞の企画では僕は何も担当するものはなかった。はあ。部活の帰り道、
夕焼けに染まる校舎をバックに思わずため息が出てしまった。僕は何をやってるんだろう。倉田さんのようにもっと積極的に自分から動かないと記事を担当させてもらえることなんてできないというのに。分かっていても答えるな。せっかく新聞部に入ったのに。その時だった。おい坂上。声のした方を振り返る。日野先輩だ。先輩は手を振りながら僕の方に向かってくる。日野先輩、どうしたんですか。僕は笑顔で答える。さっき考えていたことを思い浮かべるとちょっと引きつった笑いになっていたかもしれない。いや、帰る途中にすまんな坂上。さっきの七不思議の企画なんだがな、やっぱりお前に頼もうと思って。え、僕がですか。倉田さんが担当することに決まったんじゃ。倉田には別の企画を任せた。七不思議の企画はお前が担当した方がいいと思ってな。僕が担当ですか。坂上、お前はまだ記事らしい記事を書いたことがないだろう。だからこの企画お前に任せる。しっかりやれよ。どういう風の吹き回しだろう。もしかしてさっきの僕の様子を見て気を使ってくれたのかな。確かにもっときちんとした記事を書いてみたいけれど、僕にこの企画が務まるのだろうか。でも先輩、僕なんてまだ新人ですし、学校の怖い話といってもあんまりよく知らないので、きちんと務まるかどうか。僕は遠慮がちに首をすくめた。すると日野先輩の表情が一瞬曇ったかに見えた。でもすぐにいつものように含み笑いに戻ると、少し厳しい口調でこう言った。坂上、新人だからって遠慮してたらいつまで経っても記事なんて書けないぞ。倉田を見てみろ。あいつもお前と同じ1年なのに自ら進んで記事を担当してる。お前はもっと貪欲になるんだ坂上。それともお前、怖い話は苦手なのか。いえ、そういうわけでは。怖い話の件は図星なんだけどな。僕は否定した。ははは、そうか。まあ怖い話が苦手なら苦手でも問題はないんだよ。逆にそっちの方が記事も面白みが出ると思うぞ。頑張れよ坂上。日野先輩はそう言うと、僕の肩をポンと叩いた。はい、一生懸命やってみます。よし、その息だ。だがな坂上、やってみますじゃあダメだ。すみません、一生懸命やります。上等上等。怖い話を話す連中は俺の方で頼んでおくから安心しろ。あと当日は俺もついていてやるから、そんなに心配そうな顔をするなよ。日野先輩はいつもの笑顔で言った。ありがとうございます。確かに日野先輩の言う通りだ。遠慮ばかりしていてせっかくのチャンスを逃がしてしまうのはもったいないよな。せっかく任された企画なんだ、精一杯頑張ろう。よし、頼んだぞ。俺は片付けが残ってるから部室に戻る。じゃあな。いえ、こちらこそわざわざすみません。日野先輩は僕に手を振りながら校舎の方に戻っていった。僕が七不思議の集会の聞き役か。ふと横目に旧校舎の姿が映った。旧校舎が取り壊される。それに合わせて企画された七不思議の集会。普段は気にも留めていないけれど、改めて見ると朽ちた柱やツタの絡まった壁、割れた窓ガラス、すべてが合わさって不気味な雰囲気を醸し出している。でもきっとここには様々な思い出や歴史が詰まっているんだろう。壊されてしまうのはちょっと寂しいな。僕は夕暮れ迫る校舎を背に帰路に着いた。当日、放課後になった。日野先輩はどうしても外せない用事が入ってしまい、残念ながら集会には参加できなくなってしまった。そのため七不思議の集会は僕一人で仕切ることになった。集められた7人が誰なのか会ってみるまでわからない。なんせこの鳴神学園は
1学年に500人はいるマンモス校だ。入学してから卒業するまでただの一度だって顔を合わせない生徒もいるくらいだ。きっと集まった7人の中には上級生もいるのだろう。そんな人たちがいる中、きちんと司会進行役が務まるのかな。ダメだな、すぐ弱気になるのは僕の悪い癖だ。それにしても蒸し暑い。息を吸うと空気が喉に絡みついてくる。僕は思わず窓から身を乗り出した。どんよりとした灰色の雲が空一面を埋め尽くし、いつ雨になってもおかしくない天気だ。頬を撫でる風もなんとなく生暖かく感じるのはあの雲のせい？それともこれから怖い話を聞きに行かなければならないという嫌悪感のせい？とても気だるい。その気だるさは今朝からつきまとっていたものだ。僕の中と同化してしまいそうなほどシャツが汗でへばりついてくる。それがまたさらに不快感を誘う。僕の頬を伝うのは汗なのか、それとも冷や汗なのか。息を吐き出すと胃の中のものまで吐き出しそうな不快感。こんな気分の悪い日に怖い話を聞かなくちゃいけないなんて。そんなことを考えていた時だった。そんなに身を乗り出していると危ないですよ。知らない女の子だ。ああごめん。なぜだか僕は謝った。うふふ、この辺りには悪い気が立ち込めている。だから注意するようにっておばあちゃんが言ってるんです。女の子は軽く会釈すると他の生徒に紛れ消えていった。悪い気が立ち込めている。そんなことがわかるのか。不思議な子だな。そんなことより早く部室に行かないと。新聞部の部室が見えてきた。僕はこれからあそこで怖い話を聞かなければならないのだ。こんな天気の悪い日に、こんな気分の悪い日に、何のことはないいつもの道のりなのに、とても新聞部が遠く感じられる。一歩ずつ踏み出す足が廊下から生えた手に押さえつけられているようにとても重い。それでも新聞部に向かっているのはなぜなんだろう。妙な使命感が僕の心のどこかにある。そして僕はドアのノブに手をかけた。このノブを回せば僕はもう逃げることはできないのだ。何から逃げられないというのだ。そんなに深く考えることか。たかが怖い話を聞くだけじゃないか。僕の気だるいのは体調が悪いからなのだ。それ以外に考えられない。別に気にすることはないはずだ。そう自分に言い聞かせ、僕はゆっくりとドアを開けた。部室のドアを開けると一斉に12個の瞳が僕の方を見た。部室の真ん中に置かれた大きなテーブルを囲むようにして6人の男女が静かに座っていた。知った顔は一つとしてない。6人？おかしいな。先輩の話では7人に声をかけるということだった。ということはまだ1人来ていないのだろうか。僕は軽く会釈すると、とりあえず空いている席に座った。闇雲に時間だけが流れる。どうしよう、座る前に自己紹介するべきだったかな。それにしても7人目は一体どうしたのだろう。あなたが7人目ですか？隣に座っていた男子生徒がうつむいたまま僕に視線だけを向けていった。この人に見つめられただけで背筋にゾクリと悪寒が走る。あ、すいません、違います。僕は新聞部の坂上修一と言います。今日は新聞部の先輩の日野さんに皆さんのお話を伺うようにと言われています。どうぞよろしくお願いします。たくよ、いつまで待たせんだ。7人目はさっきから待ってるけどちっとも来ねえじゃねえか。足を投げ出すように椅子に座った男子生徒が僕の方を見ていった。どうしよう、すごく機嫌が悪そうだ。
私、待たされるのは嫌いなの。始めるなら早くしてちょうだい。続くように、隣の髪の長い女生徒が不機嫌そうに顔を歪ませた。始める前からこんな調子で大丈夫なんだろうか。僕はなんだか泣きたくなった。ねえねえ、これ以上待ってもしょうがないし、もう始めちゃったら？テーブルを挟んで向かいの席にいる女の子が僕に言った。見たところ僕と同い年ぐらいだ。確かにこのまま待っていても仕方がないな。僕は呼吸を整えると皆に向かって言った。確かにこのまま7人目を待っていてもしょうがないですし、会を始めさせていただきたいと思いますがどうでしょうか。別に僕は構わないけど。一人が言い、残りの人たちはゆっくりとうなずいた。一体彼らはどんな怖い話をしてくれるのだろうか。ありがとうございます。では会を始めたいと思います。そう言った途端、部屋の中の嫌な気配が一気に増したような感じがした。部屋の暗い四隅から何か得体の知れないものが忍び寄ってきたような。なぜだろう、なぜそんなことを思うのだろう。7人目が訪れぬまま始まる七不思議の集会。一体7人目はどうしたのだろう。何か事故にでもあったとか、それとも。僕の頭の中を言い知れぬ不安がよぎる。それを拭い去るように僕は少し大きめの声でこう告げた。それじゃあ最初の人は。はい、ここまでがこのゲームのオープニングになります。で、こっから先はプレイヤーで語り手を選択していくことになるのですが、セーブはしない。いいえだ。では移行しましょう。はい、語り手は全員で6人います。で、7人目はまだ来ていないという状況ですね。見ていきましょう。進藤、新井、風間、細田、岩下、福沢と。で、こっからの進め方は冒頭でねお話しした通り、順番にではなくて、私がね特に怖かった、まあ最終的には全部やっちゃうかもしれませんけども、怖い話、印象に残った話から、やっていきたいと思いますので、まあいきなり、もう何話か終わらして、次の、話は誰々ですみたいな、そんな感じになってるかもしれませんけどもね、まあそんな感じで進めていきたいと思います。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。